肉がヒーローしています。平和に導く輩でございます。うまー。はい、こんにちは、インドカリーコです。明けましておめでとうございます。皆さん、明けましたね。明けてしまいました。2023年が始まりましたけども、何して過ごしてますか？寝てますか？食べてますか？働いてますか？年末年始の悩みとはいろいろありますけど、私の悩みは一つ、餅が余る。我が家はですね、餅を大量に食べます。ところで皆さん、あの餅は正月何個食べますか？私ですね、幼少期1回7個食べてたんですよ。で、上京して東京に行くじゃないですか。で、友達となんかお餅食べることがあって、もう普通に7個食べる前提で、あのオーブントーストにめっちゃ並べてたら、そんな食べないよって言われて、餅は1回1個か2個だよって言われて、衝撃を受けたことを覚えてます。私もね、間違いなく餅が余るので、皆さん、餅余った時何する？スパイスにまぶしましょう。ということでですね、今日は私の好きな餅消費レシピをご紹介しようと思います。今日はですね、もう誰もが作れるように餅3個でご紹介しますけど、余っている方いたら倍量倍倍量倍倍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 倍量ぐらいで作ってください。もう正月なんで買い物に行きたくない、冷蔵庫にありそうなもので作っていこうと思います。はい、材料紹介です。使う材料はもうこの4つ。豚肉、豚バラ肉、切り餅、切り餅ね、もうどこでも売ってる切り餅使います。で、キムチですね。キムチ 100g ぐらい使います。で、チーズ、これはあのピザ用のチーズなんですけど、あの 30g ぐらいですね。ちょっとクリスマスとかに余るので。逆に新しく買った人はちょっと使って余るじゃないですか。それは冷凍保存しておくといいですよ。冷凍保存しておくと好きなタイミングで使えるので。ピザ用チーズない人は、まあ、ピザ用チーズこれ 30g ぐらいなので、スライスチーズで言うと 2,3 枚ぐらい使ってください。もう材料はこれだけ。早速作っていきますか。スパイスは後から紹介しますけど、スパイスは今回は3種類だけなので、もう超簡単レシピです。まずですね、餅を縦長く切っていきます。いっいっ、お、縦長く切るとですね、トッポギに見えるんですよね。それだけの理由で縦長く切るんですけど、そしたら豚バラ肉はだいたいね、これ 150g ぐらいですね。6枚薄切りのやつを使ってください。これを巻いていきます。こんな感じ。すでに美味しいね。まあ、これってお餅消費レシピって言ってるんですけど、ぶっちゃけこれ、あのお米炊く必要性ないんですよ。だからこう正月とかも料理したくないじゃないですか。料理したくない時に超おすすめ。このね、端っこをね、隠したい、豚肉で。 あんまり出てると餅出てきちゃうんで、こんな感じで巻いた後にこうちょっと伸ばして、ちょっとね、気持ちね、きつめに巻くといいです、こういう豚巻き系は。はい、OK、 これで下準備は完成です。炒めていきます。はい、今日はですね、スパイス3つ使っていきます。まず1つ目はですね、クミンシードですね。クミンはですね、豚肉とチーズとの相性が抜群なんですね。すごくね、エスニックなアクセントをつけるときには必須です。で、もう2つはですね、ターメリックとチリペッパーです。チリペッパーは何で加えるかっていうと、日本のキムチって基本的には全く辛くないんですよ。なので、この辛みを加えるために入れます。ただですね、お子ちゃまいるご家庭は入れなくて OK です。キムチだけで十分なので、これは入れなくても OK です。辛いの好きな人は入れてください。で、もう一つはですね、ターメリックです。ターメリックはですね、発酵食品との相性がいいんですね。発酵食品に加えてあげると深みが出ます。なので味噌とか酒粕とかにも私結構よく合わせて使うんですけど、今回はキムチとチーズですね。キムチとチーズの発酵に合わせてターメリック使ってきます。まあ、この3つですね。で、まあ辛いの苦手な方だったらクミンとターメリックだけでも OK です。それでは早速作っていきましょう。まずですね、フライパンにごま油を引いていただくんですけど、ちょっとね、豚バラ肉なので油出やすいので本当に少しで大丈夫です。クミンシードが熱することができるぐらいの小さじ1杯ぐらい入れていただいて、ここにクミンシード入れていきます。クミンシードはね、油で熱したいので油の中に入れてください。ごま油のね、いい香りがした後にこうシュワシュワ泡を立ててクミンが浮いてくるんですよ。そうするとクミンの香りも立ってきます。
少しねシュワ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 って泡を立てると、あのクミンがね一回り大きくなってクーって膨らんで茶色くなるので、そしたらですねターメリックとチリペッパーをもう入れてしまいます。普段はねあの結構後発に入れるんですけど、こういった炒め料理とかだと割とねあの序盤に入れちゃっても OK です。はい、こんな感じでですねクミンが泡を立てて茶色くなったらですね、ターメリック小さじ4分の1杯で、チリも小さじ4分の1杯ですね入れていただいて、ちょっとね油にね混ぜ合わせてあげて、でこれね時間かけると焦げちゃうので、それでこんな感じで、ね、混ぜ合わせてあげたらすぐに豚肉入れてきます。で最初は豚肉の巻き終わりを下になるようにしてあの置いてあげてください。小麦粉とか振ってないので巻き終わりを下にして焼き固めてあげることでこうほどけずにあの炒めることができるんですけど、これがですね巻き終わり上にしていくとペローンってどんどん剥がれていきます。こっからですね餅が火取るのに時間がかかるので、全体的に豚肉が炒まるまで中火で 2,3 分ですね炒めていきます。うわー豚肉がいい色をしています。軽くこうね全体的に炒めてあげたら、蓋をして弱火で3分ぐらいあのこのままあの蒸してあげます。そうするとあの餅に火が通るので3分ぐらいしばしお待ちを。パカッ3分経ちました。まだね3分だと少し硬いので上下反転します。こっちはねだんだんね柔らかくなってきてるんですけど、もう少し、そしたらですね、また蓋をしてさらに3分ほど蒸していきます。ではでは、さらに3分ほど蒸していきました。お餅がテロンとなっております。ちょっと硬さチェックに入ります。スンって入ったらもう餅がスタンバイできているという合図になります。そうしたらですね、こっからの仕上げは早くいきましょう。ちょっとね、火力を上げてキムチ入れます。どんにゃキムチ入れてあげて軽く炒めましたら、さらにですねここにちょっとだけね小さじ1杯ぐらいねお醤油もねちょっと入れちゃいます。隠し味程度醤油入れてあげてふわっと炒めます。ちょっとねもう餅がねやる気をなくしてるので、あんまりね過激にやるともう餅が破裂しちゃいます。優しく取り扱いしてあげてください。あなたもとりあえず返してあげてください。こんな感じでね。そしたら、全体的にね、汁気がね、見えなくなってきたなぁと思ったら、最後に、チーズ入れます。これが、すべてを平和に導く、やからでございます。チーズ入れたらもう、止めちゃって OK! ふわーっとね、混ぜてあげて、もうね、あとね、こいつは余熱で十分溶けてくれるので、ふわーっとね、チーズと、絡み合いをねしてもらったらですよ、青ネギかけたら完成でございます。お餅はすべてこれにして豚キムチーズ餅の完成です。おーい、ではではいただきます。うわー見てください、ぷわぷわ。いただきます。うまー、これはね、破壊的ですね。いつも豚キムチ作ると、日本のキムチ甘いから甘さが出ちゃうんですけど、ピリ辛さがさらに加わっても爽快感マックス。しかも、このターメリックが他に何も入れてないのに勝手に深み出してる。なんかおろしニンニクとかおろし生姜とか、なんか鶏ガラスープとかそういうのも一切足さなくて、勝手に深くなって、そして噛んだ時にクミンが弾けるからアクセントが半端じゃない。して餅が、餅やばい、うまー、拝んじゃう。2人前ぐらいの感覚で餅3つって書いてますけど、これ1人3つでいいですね。だからもう余裕でお餅大量消費できます。お餅が余ってる人は絶対作ってください。全責任を保証できる味になっております。新年早々破壊的なものを作ってしまいましたけど、今年も破壊的に美味しいスパイス料理やカレーをご紹介しようと思います。皆さん、お年玉の代わりに高評価とチャンネル登録ください。視聴者さんの
熱い気持ちをいつも見ていて嬉しく思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。やばい、これね、今までの餅料理の中で一番美味しい。やばい、これ本当に7個じゃ足りない。35個だめだい。うまっ。